ああ、ごめんなさい。ちょっとコメント呼びちいや、いいよ。4って4っった。て。いや、こうちゃんどこで話し終わったんだっけ？ああ、最近何時までやってるんだ。こうちゃん、明日仕事は大丈夫なんですか？休み。仕事だったらもう寝てます。まあ、そうだよね。今がチャンスなんだ。頑張ってください、亀さん。いや、まあ、つうことは、あれだよ、こうちゃんさんだって、ちょっとカメの動画の本数上げれば、まあ、釣り上げてんのはないかな、あれは、ちょっと。カメ。釣り亀釣上りげがてダたメら、か。いや、釣りは釣れちゃったのは釣れちゃったんでしょうがないんだけど、上げちゃうと、ちょっとなんか残酷さが目立つかな、やっいや、ぱだっり。て、ああ、そういうこと？ダメなんすか、亀。俺釣っちゃっ何てが？るけど、亀釣り。俺の個人の感想、個人の感想なんですけどね。はい。いや、僕のショート動画で、トップ、羽物巻いてたら、暗くてよくわかんなかったんですけど、急にグンと重くなって、おおっと思って、思いっきりフッキングしたら、何あれ、何ガメかわかんないですけど、なんか、そこら辺にいるカメ。赤ミミガメみたいなやつ。そうですね。釣れ釣れちゃった。て、え？と釣れて、で、陸を上げて、ペンチで外して、そうそう、カメが釣れあいた。つらめちゃめちゃ痛そうな顔するからね、針かかる。痛い痛い痛いそう。痛いって。人間みなんたいかなめちゃ顔す暴るれてよ、ます。マジで。いや、首顔、がぐ表にょ情ぐが。ろ伸びちゃって、ベロンと伸びちゃって、ちょっと痛々しく見えるよね、あれ。いや、もう本当人間みたいな表情するよ。痛い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 って顔する。爬虫類ってどうなってるんですか、神経系は。人間と爬一緒虫類だじとゃ思ない、う。爬虫類。ものいすや、ごい痛そうな顔しとったから。学者はね、亀に痛みは感じなくて、不快から来る行動だって言ってるんだけど、学者はね、感じる。俺は絶対亀に痛覚があると思ってる。いや、じゃあ、亀だね。100%あるから。俺が釣ったあ亀るよ。なんて、もう、めちゃめちゃ痛そうな顔しとったから、痛い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 って。これで俺取ってあげ僕もて。そう思いますよ。あ、ただ100%ある。学者。ブラックバスもあるから、通貨。多分学者が言うのは、自分ら解剖とかするでしょ。そう思ってないとやってらんないんだよね、多ああ、なるほ分。ど。だって、通貨僕、か、多そ分れあバるスよ。に通貨。あるんじゃんという。僕、バスに通学が100%あるってもう決定したら、ちょっと僕、バス釣りできないかもしれないですね。いやいや、こうちゃん100%あるから。例えば、俺もあワーるム、ブとラッ思うクバけどスっね。て100%ある。だから、ブラックバスってワームでオフセットフックで釣るよりも、ミノで釣った時の方が、初めの、なんだろうな、暴れがすごいのよ。あれはやっぱりね、針がいっぱい刺さるじゃん、口の中に。ガーって。だから、痛い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 って暴れてるんだよ、あれ。痛い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 。だからオフセットフックだとあんまり効かないのは、グーンってなるのは、その痛みがちょっと少ないから。と、俺は認識するし。それを聞くとなんか、かわいそうになってくるんですよね。なんか、ナマズが、僕よく釣った後ナマズ。ナマズって釣った後、浅い場所で釣って戻すと、まあ、浅いから見えるじゃないですか、リリースした後もずっと。なんかもう同じ場所でぐったりしてるんですよ。それ見ちゃうとなんか、ああ、もうやめようって思います、一本。あれだよ、こうちゃん。だって、サバって喋るの知ってる？サバが喋る？だからサバ釣るじゃん、40センチの。それで、陸に上げて、サバ降りて、首手突っ込んで首折るんだけど、そんで釣った瞬間に、ペー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 って喋るよ。ペーマジっすか？ペー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 。喋りまくるよ。喋っとるところ首ボコーって、もう、命乞いしとる人を殺しとる感じ。うえ。つうか、こうちゃん、それ100%あるよ。マジっすか？で、コメントで前来とったライブの時に、バスに痛覚はありますか、ありますかって、俺があるよ、あるよって。見てたらわかる。だから生き物は、もうほぼ全部痛みはないと生きていけないと思う。昆虫とかでもあるんですかね？なんか、あると昆思う。虫はあなんるか、と思う。痛みというよりもなんか快感みたいなこと、なんかのサイトで見たんですよ。いやいや、痛み絶対あるって。だ痛から、みなんですかね？生き物は全部痛みがないと、これやったら痛いなっていう感じないと、触覚も一緒でさ、感じるわけない。
だからこれ痛いってことは危ないというように判断するわけだから、魚も一緒でさ、痛いから釣れた時に痛いって暴れてるだけだから。あ、バスにしんしようか、俺とこうちゃんで。バスをやめろ、きっと野蛮な行為、魚がかわいそうって、あんなに苦しんで痛い。はい、ただ昆虫だとさ、ちょっと違うのはさ、昆虫って治癒しないでしょ、怪我しても、うん、ブラックバスとかそういうのって怪我して治るからさ、やっぱし傷口かばうようにするんじゃないかな。痛がるからこう傷口かばえるじゃない。うんうんうん、だから俺ブラックバスもでもどうなんですか、その痛みはあるにしても、うん、神経のね、その感度とかもあるわけじゃないですか、きっと。ああ、まあ鈍いと思うよ、人間で。そうそう、人間。それね、人間のエゴで釣り師がそうやって思うけど、全く一緒だから。なんかエビ甲殻類は人間の何倍も痛覚があるとかじゃないですか。うん、あると思う。これだから、そこは研究結果いろいろだけど、人間並みと思った方がいいと思うよ。だって魚締めるとき神経締めでも、ビク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 って。もう激痛というか、めちゃめちゃ痛い。そう思うと、あれですよね、生命力半端ないですよね、生き物って。人間以外って、人間ってね、腕ちぎられたら多分もう出血とか死ぬわけじゃないですか、きっと。ショック死とか。いや人間腕ぐらいじゃ生きとるよ。出血されて死ぬことあるけど、もちろん腕ちぎって治療しなくても生きてられますよね。タオルぐるぐる巻きにして血止めりゃ生きとるよ、多分。マジ？それはやばいけど、血が出たら中血たるで死ぬんだろうけど、手ぐらいだったら多分切断してタオルでぐるぐる巻きにすれば多分大丈夫。いや、大体哺乳類って大体それぐらいまで行くと死んじゃうじゃないですか。でもまあまあ、うん、魚類やらなんやらってね、なんか、うん、結構なダメージ負っても生きてたり、さばいても生きてたりするじゃないですか、うん、いや互角じゃないかな、人間と生命力。怖。人間も結構、だから人間と一緒だと思うよ。亀のどう思う？魚の神経。人間と一緒でしょ、多分。通覚と違う。でも魚の方はさ、結構食べられる危険が多いから、あんまり痛みが強く感じちゃうとやってらんないんじゃないかな。いや、あのね。なんか、あれの意見で。あのね、うん、あのね、考える力も多少あって、恐怖心っていうのめちゃめちゃ持ってるから、ブラックバスが小魚を追いかけた時にさ、うん、小魚がもうめちゃめちゃビビって死に物狂えて逃げるのよ、うん、もうめちゃめちゃ怯えてるのが手に取るようにわかる。ビビりまくりで食われちゃうから、うん、恐怖心すら持ってるから、うん、でもあのバスがギル食う時とか、うん、確実にあの骨やら、うん、あの背びれやらがグサグサ刺さるわけじゃないですか、うん、だから口の中はちょっとその辺は強めにできてんじゃない？神経弱めとか。わかんないけどそこは。うん、まあ確かに硬いですもんね、なんか。うん。うん。あの、先にカメなんか見てると、ザリガニ食うとき、先に爪潰してからとか、やっぱ痛みがあって覚えてんだろうね。うんうん。ちゃんと学習して。ああ。挟まれるね。そう。爪潰してからやるんだ、やっぱ。そう。うん、いや、痛みはあるよね、やっぱし。亀にも、魚にも多分あるだろうね。そう思うと、ほんと、スーパー残酷っすよね。そうだよ、だって。そうん。その前に釣っててさ、このルアーのフックが魚の目に刺さったりとか、そういうの見てない？そう、あるよね、よくね、バスに目ん玉。うん。あ、めちゃめちゃ。うん。いや、もうめちゃくちゃかわいそうと思いますよ、それでやるたびに。あ、それ、こうちゃんは結構それやらして、俺は全然バスに対して感じなくて、割り切ってるかな。あ、なんか島田さんが決定的なこと言ってきた。何？ニジマスで調べて痛点があった研究ありましたよねって。痛点も何も、神経締めで神経通っとるとこって、あれ人間の歯の神経と一緒で、白いやつがあるじゃん、サバとか神経締めとか、うん、あれ神経が通ってるからさ、痛みを感じるでしょ。まあ怖っ。宇宙人もあるよ。亀の学者はその深
界と感じ取るって言ってるんですよね。でも俺の考えは違くて、うん、いや亀も普通に人間と同様に痛みを感じてるっていう、うん、あの表情見たらわかるでしょ、あの亀釣った時の、うん、痛いよやめてくれみたいな顔、うん、そう俺すげえ気まずい亀釣った後動画、うん、うん、僕亀釣った時何とも思わなかったです人間首の骨が伸びきってて、もう首折れそうだったじゃん、あれ。そうなんすか。うん、まあまあ、なんとも思わない。わかんないよね、そういう、あれてみればね。そう、多分ね、あの、多分僕は、バス釣りで、バスが、うん、まあ、矛盾してますけど、バスかわいいなって思ってるから、バスが、ね、傷つくとかわいそうって思いますけど、カメノさんはカメですもんね、メインが。うん、まあ、まあ、バスも、ちょっと思ったりはするよ、それは。去年くらいから実は痛みを感じるみたいな。ああ、そうなんだ、去年くらいからなんだ。遅いよね、俺も、うんうん、5、6年前からそんなもん言ってるみたいな。当たり前でしょって、動き見たらわかる。痛みあるから暴れるんだし。うん、まあ、人女神さんじゃあ、うん、うん。何いじめてる相手だから、勝手に痛みを感じないなんて、うん、思い込んだり、思い込みたいだけ、思いたくない、うん、うん、そうなんですよね、結局のこと。そうそうそう。うん、やべえ、こうちゃん、パスリできなくなっちゃうじゃん、これ。いや、もう明日の YouTube ライブのネタは、うん、あの、魚には釣り役があります。魚釣りをやめましょうっていうライブにしましょう。いや、また叩かれるやん、もう。バス釣り引退とか、またそこは1ヶ月でバス釣りしてた。嘘つきって言われる。魚には通覚はあります。だから、魚を愛するとかいうのは、釣り人のエゴですってことだよね。はい、はい、はい。だって、恋釣り師でもさ、あんな恋苦しいに決まってんじゃん、陸にあげて、地獄だよ。うん。でも、ありがとうとか言ってさ、いじめだから、あれ。いや、マジで、僕自分でも思います。あの、都合いいなって。あの、バス釣るじゃないですか。うんうん。なんか動画で見てて、いや、ずーっと陸に上げてる人いるじゃないですか。持ったまま喋ったり、解説。持ったまま。そうそう、愛情ない人、あれは。そう。で、僕、それ見るたびに、早くあの水につけてほしいなとか思うんですけど、うんうん。でも、自分が釣った時は、なんかもう、なんか写真も撮りたいし、なんかあれだしとか、なんかちょっと、うん、そうそう、自分もやってんなと思いながら。でも、かわいそうって。たまにこう呼吸させたり水の中で突っ込んで入れて休ませながらやる。そうそうそう。